コンビニ大手のミニストップはフランチャイズ契約を見直し、新しい制度を導入することにしました。新しい制度では、現在はオーナーが負担している人件費や商品の廃棄費用などを本部と共同で負担し、売上から人件費などの費用を引いた利益を本部と接半します。売上が増えれば、加盟店の利益につながりやすい仕組みになるということです。コンビニ各社は、 オーナーの負担を軽くするための仕組みを模索していて同じような取り組みが広がる可能性があります。